お久しぶりね。聞きたいのはこっちよ。今話題の探偵クロス・ケンがどうしてここにいるのよ。あなたにも招待状が来たの。あなた、送り主のこと知ってるの？呆れた。誰かからもわからない呼び出しでやってきたの？まったく、それを調べるのが探偵の仕事でしょ？招待状を送ったのは毒蜘蛛よ。毒蜘蛛って名前は私たちが勝手につけたんだけどね。毒蜘蛛は日本最大最悪の犯罪組織。麻薬や企業の恐喝は言うに及ばず、殺人、誘拐、人身売買、どんなことでもやってるわ。そして組織に歯向かった人間や目障りな相手に蜘蛛のついた手紙を送るの。蜘蛛のついた手紙が送られてきたものは間違いなく殺されるか行方不明になるわ。まさかあなたまで狙われてたとはね。ええ、私だけじゃないわ。ここにいる人たち全員に来たのよ。ここにいるほとんどの人たちはジャーナリストだと思うわ。新聞記者やカメラマン、俗に言うパパラッチみたいなものもいる。特ダネのためなら命も厭わない連中。ここに来ようと来まいと命を狙われていることに変わりはないのよ。どうせ殺されるなら特ダネをものにしてからと思ってるわ。ここにいる連中は初めから分かってたのよ、命を狙われるってね。それを承知で毒蜘蛛に手を出したのよ。私の場合ちょっと違うんだけど、でも結果的には変わりないわ。毒蜘蛛にとっては目障りな人間。それにもしかしたら。食堂の方へお越しください。ここにいる人は毒蜘蛛に逆らった人たちよ。中にはそれを後悔している人もいるわ。もしかしたら今回のことをきっかけに許してもらおうと思ってるかもしれない。私は。皆様もうお集まりですので、とりあえず行きましょう。僕はマーク・レイマン、アメリカ人さ。日本中を一人で旅してるんだ。君がここに用があるって分かったのは、君自身が言った言葉のせいだよ。君、山道を登りながら言ってたじゃないか。もう2時間も登ったけど、まだ着かないのかなって。これは、ただ単に山登りをしているわけじゃなく、この先に目的地があるということだ。しかも
目的地にかなり近づいているということがわかる。それからすぐにこの一見場違いな洋館が現れたんだよ。君の目的地がここだということは容易に想像がつくよ。君のリュックに名札がついてたよ。僕の父はアメリカで探偵をやってるんだ。後で君にもいろいろと教えてあげるよ。君のおかげで夕食にありつけたからね。皆さん、本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。私はこの鹿鳴館のオーナーです。本来なら皆さんの前で直にご挨拶したいのですが、事情がありまして今回は声だけで失礼いたします。なお大変申し訳ないのですが、ご質問などには一切お答えできかねますので、その旨ご理解ください。さて、今日お集まりいただいた理由は後ほどご説明させていただくことにして、それまでの間お食事をお楽しみください。ああそうそう、皆さんはお知り合いの方々も多いでしょうが、そうでない方もいらっしゃると思います。お食事の前に自己紹介などをされてはいかがでしょう。もちろんこれは強制ではありませんが、しばらくの間一つ屋根の下で過ごすわけです。この鹿鳴館の中には皆さん10人しかおりません。お互いを知っておいた方がいいでしょう。それから本日はスペシャルゲストをお呼びしています。探偵のクロス・ケン君です。彼については直接本人に聞くといいでしょう。では後ほど。
さて、自己紹介は終わったようですね。それでは夕食をお楽しみください。ちなみに料理に毒などは一切入っておりませんのでご安心を。ではまた後ほど。
We'll be right back.